ジャンピエール・デュビューザーは、ベルギーの政治家。第48代ベルギー首相、欧州議会議長を務めた。1900年4月10日にフラーヌ・レゴスリーに誕生する。デュビューザーは、中道民主、人道主義の前身であるキリスト教社会党に入る、ことで、政治家として、歩み出すことになった。1927年から1947年に、かけて、 出身地フラーヌの市長を務める。1933年から1936年の間は衆議会議員を務め、1944年には大議員、議員、1949年から1965年にかけては元老院議員を務めた。1947年3月20日から1950年6月8日までポール・アンリス・パーク、 ガストンアイスケンス両政権で経済省を務めた。1950年6月8日にアイスケンスの公認として首相に就任する。ところが、レオポルド3世の王い復帰問題とボードワン1世の大大大使任命を受けて、首相としての任期はわずか2ヶ月余りにとどまり、同年8月16日に退陣することとなった。その後、 1952年1月15日から1954年4月23日にかけてジャンバンウッド政権で経済省を務めた。在任期間中の1952年から1953年の間、デュビューザーは欧州石炭鉄鋼共同体の閣僚理事会において議長を務めていた。1958年から1965年に かけてデュビューザーは、欧州議会の議員を務めていた。1964年3月20日から1965年9月23日の間には、欧州議会議長を務める。議長の任期満了後、デュビューザーは、キリスト教社会党を離党する。1968年に、デュビューザーはフランス語系ブリュッセル民主戦線及び、ワロン連合の代表となるが、百七十二年に、 正解を引退する。ありがとうございます。